真山と桜井くん。何もなかった特別なことは何もいつもと同じ道を通って同じドアを開けて昨日は少し笑ったその後で寂しくなった君の笑顔にあといくつ会えんだろうそんなことふと思って誰の目にも触れないドキュメンタリーフィルムを今日も一人回し続けるここにある光のまま背がかすかに聞こえてくるからそっと耳を澄ましてみるある時は悲しみが多くのものを奪い去っても次のシーンを笑って迎えるための演出だって思えば「けれどそこに紛れもない命が宿ってるから」「君と見ていた愛しい命が」僕を。